テレポビズ。現地時間午前8時です。習近平国家主席が入ってきました。天安門の毛沢東氏の肖像画の上に今立ちました。中国では今日、共産党の創立から100年を祝う式典が開かれ、習近平国家主席は共産党による経済発展の成果を強調しました。習主席は演説で貧困からの脱却を達成したと宣言した上で、党が中国を経済大国に押し上げた功績を強調し、一党支配の正当性を主張しました。我代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性的解决了绝对贫困问题。外交問題については、外国からの圧迫は容認しないとして、アメリカを念頭に欧米諸国からの批判を受け入れない姿勢を示しました。任何想把中国共产党同中国人民分隔开来、对立起来的企图，都是绝不会得逞的。9500多万中国共产党人不答应，14亿多中国人民也不答应。中国共产党拥有百年奋斗实践和70多年执政兴国经验，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但我们绝不接受教师爷般颐使气质的说教，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。また祖国統一が党の歴史的任務だと表明し、台湾統一への野心を鮮明にしました。万岁。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，所有中华儿女要和衷共济，团结向前，坚决粉碎任何台独图谋，共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。